店舗のレイアイホップは朝食メニューに特化したアメリカ合衆国を本拠とするレストランチェーンである。メニューにはハンバーガーやフライドポテト、スープ、サラダのような品目も用意されているものの、中心となっているのはパンケーキ、ワッフル、フレンチトースト、オムレツ、ブリンツのような朝食向きの食べ物である。1958年、ジェリー・ラピン、アル・ラピンとアルバート・カリスが シャーウッド・ローゼンバーグの援助を受け、カリフォルニア州ロサンゼルスのトルカレー駆逐に、ザ・インターナショナルハウス・オブ・パンケークスを創業した。以後、アメリカ合衆国のほぼ全土に店舗を展開し、アメリカのアイコンを受賞しているほか、カナダのブリティッシュ・コロンビア州、メキシコのヌエボレオン州モンテレート、メキシコシティにも店舗を持つ。2006年12月31日時点での、 店舗数は1302店舗。本部はカリフォルニア州、グレンデール。伝統的な合唱作りの同社店舗は徐々に減り、より実用的な店舗設計が用いられるようになったが、おなじみとなった青い屋根は残っている。iHop というブランドを設定した当初は、インターナショナルハウス・オブ・パンケークスの頭文字、iHOP 部分を強調するロゴが用いられたが、 現在は姿を消した。iHOP はインターナショナルハウス・オブ・パンケークスという長い名前の使用を段階的にかつ正式に廃止してきた。また、ハンバーガーの提供開始を機に2018年6月11日からブランド名を i h o p ブに改名したが約1ヶ月後に i h o p プに戻した。一部店舗は年中無休24時間営業であり、 クリスマスや正月のような休日にも営業している。最近の広告キャンペーンには、ホワイノットイートブレックファーストフォーディナート r t o といった特徴的な宣伝文句があった。別のキャンペーンは、斬新な名前のついたメニュー品目を中心に展開された。例えば、ルティトゥーティーフレッシュエヌフルーティーブレイクファストなど。このメニューは、のいずれかがトッピングされた2枚のバターミルクパンケーキと、 好みの焼き方を注文できる目玉焼き、ベーコンとソーセージで構成されている。各テーブルにはコーヒーのボトルとブルーベリー味、ボイゼンベリー味、バターペカン味、イチゴ味のシロップが入った容器が置かれている。また、温かいメイプルシロップのサービスもある。最近は単なる朝食レストランを超えた存在になるべく、中核メニューに大きな変化が起きている。 新しいメニューでは、ランチやディナーのメインディッシュが数々提供されている。インターナショナルというチェーンの名称は、3つの中心的なクレープ風パンケーキに由来する。などを巻いたクレープが、目玉焼き、ベーコンとソーセージと共に、インターナショナルパスポートブレイクファストとして提供される。近年、ヌテラやデンマーク風などがメニューに加わった。フレンチトーストや、 ベルギーワッフルのようなメニューが国際的というテーマをさらに強化している。2006年2月28日、年に一度の全国パンケーキの日プロモーションを催し、すべての客にショートスタックを無料提供した。ちなみに iHop のフルスタックはパンケーキ5枚で、これは無料ではない。1978年、株式会社長崎屋が、 インターナショナルハウス・オブ・パンケークス社と提携し、郊外型洋菓子レストラン、アイホップを関東地方及び九州地方に展開した。後に、長崎屋の外食事業本部が分社独立し、子会社、株式会社オアシスとなる。2000年に長崎屋が倒産。2001年、グループ再建の一環として、オアシスは、アイホップ3 2店舗を株式会社ビストロ全職へ、 譲渡した。アイホップ社との提携は解消。譲渡された店舗は他の外食店舗へ転換されたため、アイホップは日本から姿を消した。ありがとうございます。